おはモーニー。こんな晴れた日は新しい挑戦をしてみよう。そう、私は普段来ることのない場所へやってきた。そこで偶然出会ってしまった双子のプレモル。スイーツパラダイスへ上陸しました。あるわけないと思っていたけど、偶然にも発見機の横にプレモルあるよのポップを見つけてしまい、ま?という勢いで注文してしまった。今日はスイーツを食べに来たはずなのに。スイパラは中学生時代の今で言うホテルでディナーレベルの贅沢だった。いつも最後に思うんだ。スイパラのケーキめっちゃ糖分高めで途中から砂糖でしかなくなる。でも選んでいる時のドキムネな喜びや、ケーキを好きなだけ食べられるというあの幸福は忘れられないんだ。一生の女子会が開ける場所だ。なのに私はケーキに絶対合うわけがないビールを頼んでしまったがゆえに、スイパラでパスタを頼みまくる掟破りなことをしてしまっている。神よ、私を許してくれ。おいしい!パスタ。おいしい!唯一の救いはプレモルはちびまるの花輪くんにあふれるフローラルで気品あるビールなので、まあ、比較的まだビールの中では合う部類に入るのではないかということだ。驚きました。スイパラのパスタって結構しっかりとしたソフト麺なんですね。ペペロンチーノの味付けが私好み。ニンニク強めな味がジャンクっぽくて好き。駄菓子屋で売っているあのペペロンに通ずるものを感じる。3口あれば食べ終わる量なのでわんこそば状態です。むしろパスタのわんこそばって味の種類も麺の種類もいろいろあるので需要あると思うんだ。ケーキを食べに来たはずなのにパスタ止まらん。この時はちょうどマスカットフェアやっていて、課金すればブドウも食べ放題だったんですけど、マスカットばかり食べてケーキ食べれなくなるのでわーっと不安が頭をよぎったので、節約の意も込めて我慢しました。ブドウのゼリーは非常に食べやすかった。つるんとこんにゃく畑よりも弱い強度で喉を伝う。さらにはマスカットの特権が与えられなかった私に、なけなしのブドウを授けてくれる貴重なゼリー。抹茶のムースみたいなムースは、抹茶の生クリームをもっさりと食べているような感じですね。茶畑を想起するようなガチな抹茶ではなくて、原宿をかっ歩してそうな抹茶感です。偏見ですね。年をとってなおさらスイパラのケーキは重いって感じるようになったんですけど、それでもいいの。スイパラのケーキ選んでいる瞬間だけはあの頃と変わらないまま、昔に戻れた気持ちにさせてくれる。そうだ、思い出を食べに来てるんだ。種類は次々と入れ替わっていくけど、砂糖が先陣に立っているこの糖度は変わらないまま。重くてもいい、甘くてもいい、思い出を食べるにはあなたには変わらない姿でいてもらわないと。満たされないの。ケーキファーストで挑んだスイパラが今パスタに絡め取られている。トマトソース王道でうまし。先生、この人さっきからケーキじゃないものばっかり注文してます。特権がないカレーがたまに無性に食べたくなる定期。ケーキの全制覇は諦めているけど、もしかしたらパスタの全制覇はできるかもしれないと思った。今は用紙に記入してそれを店員さんが運んできてくれる方式のようだが、それが余計にね、こいつパスタひっきりなしに食べてるやんって思われそうで怖い。ワンコスパ感覚などで本当にすぐ食べ終わるから、入れ替わるように次の用紙を渡す。一度に頼める量が決まっているから一気に注文することが不可能なんですよ。稼働、人件費、なんだか申し訳ない気持ちになる。まあでもそれだけ美味しいんだわ。最後はケーキ切って締めましょうか。これもマスカットケーキだった気がする。酒のせいで全部忘れたわ。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。スイパラなんて行くのはそうそうないですね。なんとなく行ってみました。いや、パスタが想像以上に美味しい。ちょっとチープな感じとジャンクな感じがもうたまらないですね。ほんじゃ、バイバイ。